カール・リツテンパルトは、ドイツ出身の指揮者。キールの出身。幼少期に天文学者だった父が、チリ国立天文台の館長に就任した都合で、一時、チリに移住した。1913年の父の死去に伴い、ドイツに帰国したが、帰国時に聞いた、ヘルマン・シェルヘンの指揮するマーラーの公共曲第5番を、聞いて、音楽家を志すようになった。 1924年から1928年までシュテルン音楽院で学び、その後ウィーン音楽院に留学してヒューゴ・カウダーの訓導を受けた。ベルリンに戻ってからはベルリンオラトリオが唱団の指揮者となり、1930年にチェンバロ奏者のルース・クリステンセンと結婚。1932年からベルリン室内管弦楽団を結成して演奏活動を行ったが、 ナチスに協力しなかったため、室内還元楽団の解散を余儀なくされた。第二次世界大戦終結後は、アメリカ軍占領地区放送局のために、室内還元楽団を作り、バッハのカンタータを中心に、活発な演奏活動を展開した。1953年に、ザールブリュッケンに移ってからは、ザール放送室内還元楽団を創設し、ディスコフィル・フランセやエラートなど、 主にフランスのレコードレーベルに多くの商業録音を残した。1967年12月24日、演奏旅行先のリスボンで心臓発作を起こして急性した。ありがとうございます。